小学校。小学校は、初等教育を施し、学校系統上最も基礎的な段階をなす学校であり、一般的に S とマイナス1に分類される。英語表記には、米国式のエレメンタリースクールと、英国式のプライマリースクールがあるが、いずれも、初等学校という意味であり、日本の文部科学省では、米国式のエレメンタリースクールという表記を用いている。 どこまでを小学校と区切るかは様々であり、6.3生もあれば4.32生も存在し、一方で15歳までの小中一貫教育を行う国もある。日本における小学校は義務教育が行われている学校の一種であり、修行年限、卒業までに教育を受ける年数は6年である。卒業後は中学校や中等教育学校などに進学することになる。 小学校と同等な家庭に特別支援学校の小学部があり、就学時検診で特別支援学校が適切と判定された場合などにおいてはそれらの学校に就学する。公立小学校においては義務教育制度によって住民基本台帳に基づき、万六歳の誕生日以後の最初の4月1日に、以後なので4月1日生まれのものも含まれる。半ば自動的に入学。 修学する形を取ることがほとんどである。未熟児や病弱などの理由で、修学猶予が許可された場合は、1年以上経過した後に修学するが、この場合は、第1学年を履修していなくても、いきなり第2学年に編入学するといった取扱い、飛び級も可能となっている。なお、義務教育制度の対象外の修学希望者については、日本国籍のない人は、 年齢が合えば特に問題なく入学することが可能であり、学齢超過者は入学することが困難である。国立私立小学校においては、入学を希望する家庭が個別に入学許可を受け入学することになる、修学事務、小学校事件も参照。特に公立校は年齢主義によって運営されているため、在籍者のほとんどが満6歳から12歳である。 ただし学校教育法上は少なくとも15歳までの在学が想定されており明確な上限は定められてはいない在学者は年齢に関かかわらず児童と呼ばれる一部の地域では特に私立や国立のいわゆる名門小学校に我が子を入学させようとする小学校事件がある多くの小学校ではランドセルを背中に背負って登校する大半は私服だが 一部の地域では、制服や標準服もある。学校教育法の135条で、専修学校や各種学校、無人加校など、学校教育法上の小学校以外の教育施設が、小学校を名乗ることは禁じられている。逆に、小学校をつけることは義務ではなく、小中一貫教育や小中高一貫教育を行う学校での初等部。 小学部や慶応義塾幼稚舎など、小学校を名乗らない、小学校も存在する。例えば、東京都品川区などでは一部の学校で、従来の6.3世を廃止した9年生の義務、教育学校、小中一貫教育を導入しているが、小学校などの名称は使用せず、学園の名称を使用している。なお、明治初期の頃には、ごく一部で、 加藤学校の名称を使用していた例も見られる。1872年、明治5年8月3日の学生発布により始まった日本の近代教育制度において、初等教育は当初、小学校尋常化という名称の学校で行われ、1873年、明治6年1月15日に設置された管理の軽手藩学校付属小学校、 現在の筑波大学附属小学校を皮切りに、1875年には、ほぼ現在並みの約2万4千0校の小学校が、全国各地に設置された。ただし、国の正式な学生によらないものも含めると、1869年に、京都の町衆の寄付等により設立された、状況第27番組小学校、現在の京都市立京都ご地中学校都市模様第14。 番組小学校が日本初の近代小学校とされている番組小学校。また、小学校の名称は上京2年1685年長崎県の津島藩において家臣の指定を教育するために設置された学校が小学校と名付けられ名称における発祥であるとされている。初等教育制度自体は寺小屋など発祥が 地域の育成制度によるものなど、自然発生的な側面があり、明治以降の近代教育制度も、当然、それらを継承して設立されたものが多い。しかし、1874年、明治7年の段階で、小学校への就学率は、男児46%、女児17%、総計平均で32%に過ぎず、3人に1人しか、 小学校に通っていない状況であった。1890年、明治23年になっても小学校数は2万6000校、就学率は49%と増えてはいるものの、ほぼ全員が就学していると言えるようになるのは、明治の終わりのことであった。1886年、明治19年の小学校例で、尋常小学校、尋常科と高等小学校、 高等科が設置された。この時の尋常小学校、義務教育の修行年数は4年間であり、その後に、高等小学校の4年間の課程があった。1900年、明治33年に小学校令が改正され、高等小学校の課程は、2年、または4年とされた。その後、何回かの変遷を経て、沢山木正太郎文部次官のもと、1907年、 明治40年に、尋常小学校が6年間、高等小学校が2年間となった。1936年、昭和11年の統計では、尋常小学校を卒業した者のうち、旧正中等教育学校、旧正中学校、高等女学校、実業学校に進学する者は21%、全く進学しない者、就職等は13%、 高等小学校に進学する者は66%だった。第二次世界大戦下となる1941年、昭和16年4月からの初等教育は国民学校という名称の学校で行われた。国民学校には6年間の初等科の他に初等科を終了した者が進学できる修行年限2年の高等科の制度が設けられていた。国民学校の初等科は 1947年、昭和22年4月1日の学校教育法の施行とともに順次廃止され、戦後の新生学校である現行の小学校に移行した。第二次世界大戦前には、夜間小学校、小学校の夜間授業があったが、現在はなく、夜間中学校がその役目を担っている。2007年、平成19年8月30日に、 中央教育審議会の小学校部会は、小学校の授業時間について、国語や算数などの主要教科と体育の時間を全体として30年ぶりに10%増やすことにした。総合的な学習の時間は週1回削減し、高学年、5年、6年で外国語の授業を週1回も受ける。小学校における教育は学校教育法。 昭和22年法律第26号の第30条第1項により必要な程度において義務教育として行われる普通教育の目標学校教育法第21条覚悟に掲げる目標を達成するように行われるものとされている。また、道場の第2項では生涯にわたり学習する基盤が培われるよう 基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して、課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力を育み、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならないとされている。平成19年法律第98号、2008年、平成20年4月1日施行による、 学校教育法の改正前は、同法の第18条に、小学校における教育の目標が次のように規定されていたが、改正後は小学校個別で、目標を列挙することをやめ、義務教育として行われる普通教育の目標、学校教育法第21条に、修正の上で、改めて規定された。学校教育法施行規則に基づき、小学校の教育課程は、 各教科、道徳、特別活動と総合的な学習の時間によって編成されている。おおむね6歳から12歳頃の時期は理解力や判断力はまだ十分ではないが、6年間に人間が生きる上で大切な読み書き、計算などの能力を反復練習し、習熟しなければならないと考えられている。また、小学校の児童が学ぶ教科や単元には、 しつけとしての意味合いがあるものも多い。この事情からも、小学校で使用される、教科用図書、教科書は、原則として携帯、です。ます、ました、魔性で、表記されている。ただし、理科は例外。また、本文の書体には、教科書体、会書体の一種を使っているのも特色である。小学校の通学距離については、おおよそ4キロメートル以内を目安と精霊で、 定められている。高度経済成長期の小学校は、児童の人数も多く、一定のエリアに、ほぼ必ず存在する公的施設として、地域家庭との密接な関係をもとにした社会の基本的なインフラとしての役割を果たしていた。その内容として、校庭や学校施設の積極的な地域への開放などが進められてきた。また、 1960年代から1980年代にかけての高度経済成長期から安定成長期の頃には小学校独特の文化があり、下記のような1969年放映のジャンケンケンちゃんのオープニングの歌詞にその文化を示すものが列挙されている。しかし、バブル崩壊後、特に2000年以降では社会から学校を守る。 あるいは社会と学校の間の距離感を適切にコントロールすることに保護者や社会の関心が移らなければならない状況にあり、また、上記にあるような半ズボン、名札、通学帽、緑のおばさんなどの高度経済性長期の小学校の文化も次第に衰退した。その背景には、2001年の大阪教育大付属池田小事件以降、学校への侵入や登下校に際して児童が、 犯罪に巻き込まれるケースが目立つことや、広い意味でのプライバシーの意識の高まりなどが挙げられる。近年は在日外国人の定住化に伴って、日本の小学校に通う外国人児童も増加している。近年、小学生の性の早熟化に伴い、性教育を早く小学生に学ばせようとする動きが盛んである。思春期が男子は高学年頃に始まるものが多く、 女子は中学年頃に始まるものが多いためである、個人差関係で時期が前後することがある。明治時代の初期、義務教育制度が始まった頃には、日本の小学校は学習活動を中心としていた。しかし、学校の機能が増加するにつれ在籍者の生活や安全についても考慮されるようになったと得られている。イギリスでは、プライマリースクールは5から11歳までの6年。 家庭であり、義務教育である。オランダにおいては、ベイシススクールと呼ばれ、4から12歳までの家庭である。フランスにおいては、エコールプリメール、エコールプリマルと呼ばれ、6から11歳までの5年家庭であり、義務教育である。ドイツにおいては、基礎学校と呼ばれており、6から10歳までの4年家庭であり、義務教育である。ポーランドにおいては、シコアポズシタボーバ、 スコラパザトビが存在し、7から13歳までの6年家庭であり、義務教育である。ノルウェにおいては、バーナスコールという7年間の6から13歳の家庭が存在し、義務教育である。台湾においては、国民小学が存在する。かつての国民学校から開祖された。科目は、中国語、英語、数学、社会、自然生命科学、保健体育、 美術、音楽、コンピュータ、生活科、男性、学校独自の自由科目、総合科。中国大陸においては、初級小学4年、高級小学2年、完全小学6年の3種類が存在する。現在、ほとんどの小学は完全小学6から12歳までの6年の完全の家庭であり、義務教育である。 主に開発途上国などにおいても、学校はあくまで学習活動をする場であり、生活指導や安全指導が行うことは少ないと言われている。事件や事故で学校の責任が問われないとも言われている。日本の小学校を象徴しているような文化も多くは存在しないと言われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。